チャンネルやくぞ。どうも、ゆうしです。はい、ということで今日はアウェーでの柏レイソル戦ということで、ケイちゃんと二人でやっていきたかったんですが、残念ながらケイちゃんやりすぎたってことで、本日はグーシーお一人様でーす。切らないで切らないで切らないで、たまには俺一人でも見てよ。はい、ということで試合の結果の方は見事2対0クリーンシートで敵地で柏レイソルを撃破でーやってくれたぜ。よかった。まずは伊藤敦樹選手とデン選手、本当に素晴らしかった。何度窮地を作って何度攻撃のスイッチを入れてくれたことか。二人とも対人ではほぼ負けなかったですし、伊藤敦樹選手はいい顔の出し方をして相手にコースを絞らせませんでしたね。柴戸選手も適切なポジショニングに入る速さもあって、ボランチの二人がよく落ち着かせてくれたと思います。そしてデン選手、大ピンチを体を張って守ってくれました。一点門のビッグプレーでした。ナイスで、相手にボールを収まらせないディフェンスもさすがでした。デン、ありがとう。いい人。両チームインテンシティが高いゲームの中、宇賀神選手と柴戸選手、今季初ゴールおめでとうございます。送りがある。宇賀神選手のゴールは年一じゃない。今年中にもう1回、もう2回、もう3回、ぜひ見せてください。興梠選手も随所にうまい部分を見せてくれましたが、まあ、残念ながら今日は興梠選手の日ではなかったようです。両チームともサイドの幅を取ってから、そこを起点に斜めから中央に当てるシーンよく見られました。まあ、それだけに中央でしっかり縦を切っていた証拠だと思います。これが興梠選手に当てられた時は流れの中で非常に可能性を感じましたし、さらにそこからゆるき選手などチャンスが訪れていましたね。惜しかった、あれ決めて惜しかったね。ゆるき選手、正直もっと点が入っておかしくない試合展開でしたが、負けた試合の後の今日よく勝ってくれました。はい、そしてこれが本日のスタッツになります。どうぞ。ボール支配率とパス成功率が大きく上回りました。やはりチームのスタイルの差もあるとは思いますが、まあ、浦和としてはチームがオーガナイズされているゆえに、勝った結果だと思います。ナイス勝利でした。次はウィークエンドに9位アビスパ福岡との対戦になります。ホームでのリベンジマッチです。福岡に味わった屈辱は福岡にしか返せないですからね。やってやってください。まあ今日小泉選手からのユンカー選手にいいパスがあって、まあいいパスっていうかプレゼントパスがあったんですが、残念ながら決められず、その分アビスパ福岡戦でやっちゃってくだち。また週末の方にアビスパ福岡戦の展望の方、上げていきたいと思いますので、ぜひそちらの方も見てください。いやー、今日はでも本当に勝ててよかった。連敗なんて絶対に見たくないし、引き分けすら許されない。残留争いではなく、ぜひ ACL 圏内争いを見せてほしい。それでは締めたいと思います。せーの、ファイナル。この動画がちょっとでも良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にもコメントお待ちしております。浦和の話しようぜ。何、ケイちゃんやりすぎちゃった、ビール行きすぎちゃったらしい。で、これだよ。やってんなー。